早速お二人にご登場いただきましょう。倉岡さん、鈴木さん、よろしくお願いいたします。私の方から簡単にお二人のプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。まず倉岡さん、倉岡秀明様は、学生時代より登山に親しまれ、山岳ガイドとして20年以上のキャリアをお持ちです。エベレスト、キリマンジャロ、アコンカグアなど7大陸最高峰の登頂を達成された後、現在も海外最高峰の山々で登山ガイドとしてご活躍されておられます。中でもエベレストの登頂回数は10回に上り、日本人最多の記録をお持ちです。で、続きまして鈴木様、サラリーマンで登山愛好家の鈴木様は、登山を始められたのは40歳を過ぎてからになられますが、3年で日本100名山のすべてを登山口から日帰りで登頂する実力をお持ちの方です。で、その後はクライミングや海外登山を始められ、現在までにマッターホルン、キリマンジャロ、エルブレス、アコンカグアなど登頂を達成されております。また今年の5月には倉岡様と一緒にエベレスト登頂も達成されておられます。そうですね。こちらになるのが、この間僕がエベレスト登頂で実際に着たワンピース、ダウンのつなぎです。実際着るのは、エベレストで着るのは10日間ぐらい。下の方だと暑すぎる。今までこれジッパーなかったんです。最近ではありますけど、やっぱ温度調整ができないんですよ。で、エベレストの氷河って日中体感温度が50度ぐらいになるところもあり、で山頂はマイナス30度なので、温度差80度っていうのをこれ一着でクリアしなきゃいけない。まあダウンの質とかすごいいいのを入れてもらって、軽く、すごい軽くなって。10年ぶりに行ったネパールはですね、あのベースキャンプがすごい豪華になってて、メンバーのテントがですね、僕らの古い、5人用ぐらい、まあ、5人用ですから結構でかいテントをベースキャンプで1人1個使うんですけど、他のチームはですね、なんかこう立って歩けるようなカーペットが敷いてあり、断熱材の入ったテントで中にベッドのテーブルがあるみたいなテントをみんな使ってるんですよ。それで鈴木さんが、なんか倉岡さん、僕らってあのキャンプはなんか貧しいですねとか言われて、あ、そうなのって言って見に行ったらすごいんですよ。あのね、去年か一昨年ね、アラブの王様がシェルパ50人ぐらい連れて登ってるんですけど、その時何億円かかったか知らないんですけど、それをそのまま使ってて、まあこう宣伝用に使ってるんですけれども、だからベースキャンプの見た目はすごいんですよ。ね、ちょっと遅れを取ったなと思って上のキャンプ行って行ったら、ベースキャンプはすごいんですけど、見た目すごいんですけど、上行ったらもう全然なんかあのハリボテみたいになってて、結局全然ダメだったんで、あ、まあ我々のキャンプまあまあだったかなっていう感じだよね。テンパね見た目はダサかったけどね。いや、あのベースキャンプってそれこそもう1ヶ月ぐらい出場してたんですよね。で、ネパールは、あ、じゃあチベット、2019年は行った時はチベット側だったんですけど、一人一人の個人用のベースキャンプのテントが、それこそ本当の、なんだろうな、6畳ぐらいあってですね、で、その中にはベッドも、まあ、マットレスとかベッドと、机もあって、電気も来てるんで、ベースキャンプなんだけど、電気ストーブがあり、椅子もあり、棚もあって、荷物もね、で、今回行ってみたら、本当、あれ、2人用、3人用のテント、5人用なんですよ。いや、それが信用で使ったやつが、たぶん2人か3人用のちっちゃいやつなんですよ。でもまあ、ネパールはこんなもんだと、要は車で入れないし、ね、しょうがないって聞いてたんですよ。じゃあ、こんなもんかなって言ったら、僕らのタイ以外はみんなそのチベットと同じようなでっかいテントを個人用で張られてて、僕らのタイだけでしたね。で、これじゃまずいっていうことで、来年以降、まあ、今回帰ってくるときにカトマンズでテント注文してきました。
あの今年の秋のアマダグラムから、はい、あのでかい知ってるよね知ってるよね、はい、なりましたので一応他の隊に追いついていけるかなっていう感じですので元井さんご安心ください。1回目行きましたけど3年間空いてるのでエベレストがね疲れる山だっていうのを今年初めて認識したんですよ。エベレストで疲れる山なんだなっていうのをすごい実感して、いや、お客さんの気持ちが今年分かって、なんでエベレスト疲れるのかな、いや、ちょっとこんな感じになっちゃうのかなと思って、そこに展示してある写真いっぱいありますけど、あれはどういう時間に撮るかっていうと、お客さん待ってる間に撮るんですよ。でも今年も一眼レフは卒業しまして、小型カメラも iPhone でいいんじゃないかっていうぐらいの、まあ、なんかすごい疲れたんですよ。3年間海外行って高いとこ行ってなかったのと、あと去年すごい足大怪我しまして、それで1年間は全く運動してなかったのでいきなりエベレスト行ったので、エベレストって大変だな、なんだなっていうのを分かったので、まあ、それは自分の成長としては良かったのかなと思いますけど、あと何年できるかっていうのはちょっと未知数です。それでは倉岡さん、鈴木さん、本日は本当にありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。